スピードワン、おう、これで捕まれた途端血液の流れも凍らされる。お前の気化凍結法、それをいかにして破るか、どうやって波紋を送り込むか、その突破口を、今ダイヤさんの波紋を帯たバラが教えてくれたぞ。ディオ、波紋を込めてこの勇者ブラフォードのラックとブラックの剣で斬る。この剣を伝わらせて一瞬で波紋を送れば、お前の冷凍法が血液の流れを凍らすことはないはず。彼の小便よりもゲスな波紋なぞ、よくもこの俺に。いい気になるなよ、くー、てめえら全員ゾンビどもの餌だ。青ちょびと面を餌としてやるぜ。出たな、奴のこの世のどんな悪よりもどす黒い性格が。これまでの冷静さやダンディーな態度など単なる仮面に過ぎねえ。これが奴の本性。初めて味わった奴の屈辱的波紋初体験ってわけよ。ゾンビがオイラたちを襲うよ。このストレイツを容赦せん。俺の名はペイジ・ジョーンズ・ウラント・オーンナム。殺す、そこ、いや、殺す、そこ、いや、光だ、いや、殺す、いや、いや、この私が、いや、
月間神攻撃。バラは生き物だから、その樹液中に波紋を帯びさせたまま放つことができるが、金属は生物ではないので。触れて流さねばならない。野望。そこだ！
愚か者が。ここだ。オーバードライン。逃げ気になるなよ。ここだ。バグバイだ。オーバードライン。まだまだ。気になるなよ。オーバードライン。このディオが。やった！うわー！ついに倒したぞ、ディオ！ついにやったー！違うね。まぬけどもが。これは、凍っている。チェックが甘かったな。ジョジョ！このデュオ、貴様の精神の爆発力、認めよう。今の攻撃も素晴らしいものがあったことも認めよう。だがジョジョ、このデュオの冷凍法は絶対破れん。腕一本なら触れただけで十分。全身でも2秒で完璧に仕上げようぞ。なんだ？その緊張した構えは、まだやる気か？あがいてもあがいても、人間の努力には限界があるのさ。破門法の修行努力など、無駄！無駄！無駄！